ボールを持ったら一直線に前へ。今年の総名戦で見せた明治大学ラグビー部の攻撃です。今は亡き北島忠二監督が一貫して求めたプレーです。どんな場合でも外されなかったら前へ出て、何でもいいから前へしかない。右に入れば避けたり逃げたりしちゃいけない。それは声を上げていいんですよ。わしに始まってわしに終わるって北島監督の教えは67年間変わることがありませんでした。1500人の学生たちがこの教えに触れて社会に出ていきました。北島監督は今年5月、95年の生涯を閉じました。前へとは何なのか、教え子たちの問いかけが始まりました。 NHK では全国に散らばった教え子たちに今は亡き北島監督への手紙を募りました。彼らは北島監督の言葉に何を学び、今どんな試練と向き合っているのでしょうか。大学を離れても大きな意味を持ち続けた言葉、前へ。その一言が決めた人生の物語です。自分の人生に大きな影響を与える人物にそう出会えるものではありません。今年5月、95歳で亡くなった明治大学ラグビー部の北島監督は、1500人を数える教え子の多くの生き方に少なからぬ影響を与えた人物です。67年間北島監督が繰り返し口にした言葉はただ一つ、前へ、前へというものです。前へを教え続けた北島監督は明治大学ラグビー部を11回大学日本一に導き、早稲田大学と並ぶ大学ラグビーの優に育て上げました。監督がラグビーの指導に使ったこの前へという言葉ですけれども、教え子たちから NHK に今回寄せられた手紙には、この前へという言葉と向き合いながら人生を送ってきた人々の姿が綴られていました。重戦車とも呼ばれる明治の推し、北島監督の理想は力でまっすぐ押す豪快なラグビーでした。力の無駄遣いだっていう人もありますけどね、僕はそれでいいと思うんですよ。もう前の一点張りです。東京世田谷にある八幡山グラウンド、1500人を超える明大ラグビー部員が前へ押すことを教えられたところです。北島監督は90歳を超えても毎日このグラウンドに顔を出しました。横に走った選手をレギュラーから外すなど、前へのこだわりは生涯変わりませんでした。卒業後10年近く経ってから前へを思い出したという手紙です。サラリーマンにとどまらず何かやってみたいと考えた私は、17年前に脱サラ、見事に失敗して経済的にも精神的にも後ろへの状態でした。宇治川福雄さん47歳、ゴミの収集運搬会社を経営しています。脱サラした当時、宇治川さんは資金繰りに苦しみ、妻の収入に頼って生活していました。すさんだ気持ちの中で総名戦の日を迎えました。テレビ画面に映る総名戦の華やかさと家族も養えない惨めな自分、そのギャップが大きすぎてまともに見ることができませんでした。ふと目に入った明治の突進、昔の記憶が蘇ってきました。自分が嫌になってた自分ですよね。経済的にも
まあ、飽きないができなかったりとかで、例えばこの仕事嫌だな嫌だなと言って前に行かんで現状で交代してて次の職業に変わるとまたゼロからの出発と思うんですよね。前に行っていればとにかくゼロからじゃないですね。その分何かを得てますから、下向きにやってるプレーを見ましてやっぱやらないかんなと。ノーサイドの笛が鳴った時に拳をしっかり握ってましたね。それを開いてみたらしっかり汗をかいてました。試合を見終わった時、自分が在学中早明戦で一勝もできず辛い中でも前へと言い続けた北島監督の姿がよみがえってきました。自分のちゃんとしたミスだね、それはもう決定的な勝敗につながったんですけどね、もう泣くやつもあるけどね、やったことはもうないとは知らねえよ、失敗してもいいから思いっきり泣いてて。逃げてはいけない。宇治川さんは事業を軌道に乗せるため必死になって働き始めました。総名線のノーサイドが私のキックオフだったのかも分かりませんね。現在の仕事をやってる。生活にようやく余裕が出てきた7年前、宇治川さんは少年ラグビーチームのコーチを始めました。毎週日曜日を30人の小学生たちと過ごしています。ちびっこラグビーの子どもたち、これも友達ですね。自分教え子とか決してございません。もう友達です。年が40も離れた立派な友達が単純にと言いますから、もうそれだけで幸せですね。水していいから、トップでいいから、落としてもいいから前へ行きなさいっていうのは、何かが必ずそれでついてくると思う。もっと前に行ける。子供たちには何も上手くなってもらうつもりはありません。別の何かを掴んでもらいたいと願っています。昭和4年に明大ラグビー部初代監督に就任してから1500人を超える教え子と接してきた北島監督。戦前の卒業生は次々に戦地に出征していきました。その一人からの手紙です。ビルマで配送を続けている時、自決という死の誘惑と戦いました。ビルマからの数少ない帰還兵、渡辺勝三郎さん80歳、食料も武器もなく敗走した日々の記憶を今でも絵に描き続けています。その多くは必死に歩く自分の姿です。昭和20年2月、渡辺さんの部隊はビルマから撤退を始めます。補給は一切なく、バナナや竹の根っこを掘り起こして食べ飢えをしのぎました。終戦まで1000キロ近くジャングルの中を逃げ回りました。自然に体が動いたね。あの人のあれは偉大なもんで叩き込んでるんだね、みんな。だからそれが自然に足のやつが先に勝手に前にこう出てきて、今にして思えばそうだと思うね。前へっていうことが染みついて歩かせたってことだろうね。前へという言葉は肉体を動かすことだけではありません。ラグビーの中で私の心に染みついた前へ、その心が前へ動いて私を救ってくれました。死の間際まで前へという言葉を支えにしていた人もいました。その娘さんからの手紙です。私は父を見て前へという言葉を知りました。
榎本力夫さん、昭和30年代に活躍した快速ウィングです。このペースに巻き込まれた明治は後半に入って27分にも榎本が独走、中央に回り込んでトライ、結局21対9で明治は関西学院を下しました。がんのため榎本さんが56歳で亡くなったのは3年前のことです。亡くなる2ヶ月前、榎本さんは病院を一時退院、福岡から娘の敦子さんを連れて八幡山にやってきました。やはり私に八幡山の合宿場を見せたかったみたいなんですね。で、もうがんの末期症状だったので、行く前っていうのは本当に大丈夫かな、もう病状もかなり悪いなっていうのはあったんですけど、行くと本当にもう亡くなるっていうような病気の人だろうかっていうぐらいなんか元気になって、全国から OB が集まる聡明線の前の日、父は一番について北島監督と話がしたいと言っていました。年に一度の再会を楽しみにしていたからです。急に元気になった父の姿を見ていると、父がここで何を学び、それがどれほど大切なものか分かったような気がしました。特に前っていう言葉自体では聞いたことないですけど、仕事面とかでも、まあ、人の輪を考えて先のことを考えて仕事をしているのはずっと見てきました。父の生き方を見てきて、いつもすごいなと思ってましたし、ラグビーがなかった父もなかったんじゃないかなっていうのを、私はその八幡山の合宿に行った時に強く感じましたので、苦しい時、大切にしていた北島監督の色紙を真似て紙に前へと書き、自分を励ましてきた榎本力夫さん、闘病中一言も弱音を吐きませんでした。最後まで前へを心の支えとした人生でした。とにかくまっすぐ行けということですな、まあ、人生も含めてですね。ご覧いただきましたように、北島監督の前は世代を超えた力強い生き方のメッセージとなっています。今夜は映画監督の今村翔平さんにお越しいただきました。今村さん、今ご覧いただきましたそれぞれの方の生き方、前へ、どうご覧になられましたか。前へってのは素晴らしい言葉だと思いますね。単純にして明快ですね。野獣のような青年たちとのね、立ち回りをやるようなすごいアクションの中でね、一つ言葉を選ばないっていうと、なかなかみんなは聞いてくれないだろうというところがありますね。前へっていうのはすごくいい言葉ですよ。それをずっと60年も続けたってこともすごいことですね。